いーちょよ、ラジオですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場をマルチでやっていきたいと思います。ということでですね、今マルチでね、死んでるって言われてるね、ペッカ工場なんですけど、まあね、果たして通用するのかというところでね、今俺が、ちょっと落ちて、350ぐらいですねにいるので、まあそこのね、結構上の方のレベル帯でどれだけ通用するのかっていうね、やってみたいなと思っています。はい、ということでいきましょう。よいしょ。あ、宝箱開けよう。で、宝箱も開けちゃおう。 OK、 よし、じゃあ、いやー通用するかな。とりあえずね、今ねマルチでねめちゃくちゃ少ないんですよね、ペッカが。ってことでね、そう、なんかね、ペッカ工場よりもね、なんならね、なんかペッカバルーンとかペッカスキャラぐらいの方がね、多い方がね、多いような気がしてるんですけど、ペッカ工場ね、マジ2人ぐらいしかいないですね、本当に。なんか2人、なんか英語のよくわかんないやつと、あのね、いつも俺が言ってる、あのカーピっていうね、ペッカ工場世界一うまい人ですね。その人ぐらいしかマジで見ないですね、ペッカ工場使ってるのは。本当に、なんかマジ、前シーズンとか、もっと前とかだったら、なんかね、いっぱいいた気がするんですけどね。まあ、よろしくということで。ヒロさんは、なんだろう、バルーンとかだった記憶があるんだよな、俺的には。バルーンとかだった気がするんですけどね。どうだろう。とりあえずゴースト。あー、バルーンかな、この感じ。はい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 、マジャーチャね。よいしょ。いやー、なるほど、違ったわ。なるほどね、そういう感じね。これウッドで剥がされるかな。 OK、 来て、いけいけ、飛べ。 OK、 来て、いけ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 、突進突進。なるほどね。これはね、コウモリ次に来たらやつが来るかもしれないんで、オッケー。これディガーしかないはずなんで、ディガーからの頭にザップかな。オッケーオッケー。まあまあまあ、このくらいなら許しちゃおうっとって感じで、でコウモリも使ったんで、はい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 、来ると思ったよ。よいしょよいしょ。おお、ビビビビったビビったわ。いや、めっちゃコントロール悪いからビビったわ。オッケーオッケーオッケー。これもう一枚出さないと相手ダメなんだよ。だからバルキリーが手元に、はい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 、来ると思うんで、でこれでこっちにエレキ使うとね、コウモリディガーとかちょっとめんどくさかったりするんで、ね、よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。全然おいしい、そのスケは。なんならこれ受けがいなくて困る相手。オッケー。これワンチャンコウモリ行きたいかもしんないんで、相手はか、マジアチャ、この辺の処理が来るかもしんないんで、これコウモリかな。あ、外した。めっちゃ外した。よいしょ。これで、どっちが来るかですね、受けに。はいはいはい。ってことは、来ないね。こっちかな。あ、これ一発入っちゃうな。まあまあ、しゃあなしっすね。こっちかな。で、バルキリーが来ると思うので、はい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 。なるほどね。うん、左は無視かな、正直。OKOK。全然いい、全然いい。オッケー、いいよ。いいけど、けどだな。いや、マジアチャが鬱陶しいな、マジで。うっ、おい。いやー、めんどくさーい、これ。オッケー、オッケー。
オッケーなんだけど、オッケーではあるんだけどね、全然。よいしょ、ここで止める。オッケー、来た、いけ、よしよし、いけいけ、ゴー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 、いいよ、来た。バルキリーがないけど、スケにかまとめられるか。オッケー、入ってる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 。うわやばい、これはそれはめんどくせ。ああ、めっちゃ高めボムタワー来るよな。だよな、いやー来ると思った。オッケー、来た。これウッドかな。うわー、マジか。これ来そうなんだよな。頼む、オッケー、よし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 。やべ、超ギリギリ、超ギリギリだなこれ。前、くそー、やばい、頼むー。ガーッ、もうーなんだー、超ギリギリだった、どっちも。なーなーって感じっすね。いやもう最悪だわマジで。いや勝ちたかったなこれ。あーマジか。いやー勝ちたかったなあれマジで。さー、そうなんだよな、もうなんかさ、工場とかいうのとかあれがね、全部ね真ん中に まとめられて、ボムタワーとかバルキリーとかね、マジアチャで全部処理されちゃうんですよね。それがつれえ、それがつれえので、ねちゃんと形を組んで、ボムタワーってね、小屋なんかオーブンとかみたいに建物の、そうなんだろう、判定が広くないんで、逆サイの、なんだろう、工場とかは釣れないんですよね。だからボムタワーを出したサイドにしか工場は釣れないので、ペッカとマジアチェぐらいを組んで、がっつり組んでね、ペッカとマジアチェぐらいをがっつり組んで、それでやりたかったですね。正直ケツペッカをできればよかったな。俺がケツマジアチェ2回ぐらいしてたんで、そこのどっちかでケツペッカぐらいをできればもうちょい変わったかなって感じでしたね。ちょっとね、ケツペッカだな、しなきゃいけないのは。一回がっつり組んで、持ってかないとダメっすね。わちゃわちゃしてたら全部、なんだろう、ボムタワーとバルキで防衛されちゃうんで、ちゃんとペッカとエリキぐらい形組んで逆サイ工場しないと持ってかれますねこれ。うわ、マスカの、マスカのペッカ対決この環境で。よいしょよいしょ、いいよ、来た。え、マスカの、よいしょ。でもこれあれっすもんね、あれっすもんねっつって、おい、メガナイトかい。結局な、結局環境な、結局環境メガナイトな。オッケー、でこれ工場エレキユーノってことはタルババザップっすねこれ。なんでこれを出してゴーストブイーンっつって、オッケー。いや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 、頼む頼む、エレキの方が足早くあってくれ、頼む。よっしゃ、オッケー。で、ここに、まだ回ってないと思うから、コウモリが来るはず。来ないんかい。ってことはザップ？ザップだけじゃ入っちゃうけど。ユキ、出た、出たよ。え、待って、ちょっと待って、ユキってさ、エレキってことは、あれか、コウモリなしか。コウモリなし案件。ってことはザップっちゃおう。ってやると、ディガウォールブレイカーぐらいが来るか。よいしょ。はい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 、ケツ工場でいいかな、これに関しては。相手がね、なかなか後ろから合わせるユニットがないと思うんですよね。はいはいはい、そうなるんでペッカ出して、ポイズン切ったばっかなんで、あと3枚でポイズンが回るって感じなんで、エレックをね、お、年入った、きた、エレックを出してあげて、はい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 、ボーっぽいっすね。オッケー、範囲でちゃんとしばいてあげて、またポイズン裂かれたんでね、ケツマジアチャでリズムを作っていきたいと思います。でこれでもう一回、はい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 、今度は多分ポイズン間に合わないと思うんで、
こっちにね、マジアセペッカで、マジアセが生きるんですよ、今回。で、多分タルババが来るんで、こっちにもタルババ使いたいようにしてあげて、はい。OKOK。OKOK。右がめちゃくちゃ入る。U のミリ残りでザップったんで、めちゃくちゃ入ると思いますね。OKOK! 来たー！コケーという感じでね。いや、今めちゃくちゃいいザップでしたね。めちゃくちゃいいザップだったし、マジアチャをね、処理されないように、タルババ転がされないようにね、あの、右にタルババとコスト使わせたのがめちゃくちゃいい判断でしたね。OKOKOK。OKOK。いい感じですよ。ラスティングいきます、ラスティング。いやー、貸したい。勝ちたいなぁ。もう、引っ越したくない、俺。もうね、生マルチ。いや、でもね、ペッカね、ちょっといける気がしてきたな。ワンチャンあるかな、ワンチャン。いや、今ね、そのね、ジャイネクネクとか多いんですけど、ワンチャンあるかなって。そう、ただね、ペッカがやっぱきついのが、今ね、一番流行ってる、あの、ラット動画使ってるね、ロケット芋デッキがあるんですけど、なんかね、マジ地獄みたいなデッキなんですけど、あれ。本当に、なんかボムタワー、バルキリー、アイスイズトルネ、ロケット、なんかディガー、ウォールブレイカー、ゴブリンかなの8枚なんですけど、なんかそれで、マジマジ、それが一番強いんですよ、環境で。それが一番環境強いってことはね、どういうことかって、もう話なんですけど、イモられちゃうんですよね、結局。だから、あ、やべって相手がなったら、事前にボムタワー置いてイモっちゃうんで、相手がね。で、あの、固めたら、トルネ、ロケットでね、バーンって持ってかれて、まあ、そこをね、ちょっとエラを取ってディガーウォールブレイカーここで攻めてくるみたいな、ね、そんな感じのデッキなんで、ちょっとねどうなんだろうって感じなんですけどね。そこら辺に勝てるんだったら全然ありなのかなっていう感じで、あー FF これね、ファイナルフォームっていう人が解明したんですけど、この人はね、ジャイガゴガゴが世界一上手い人で、もうこいつの名前見たらね、はいジャイガゴガゴって感じですね。なんで皆さん、ファイナルフォームと当たるときあったらね、はい、ジャイガゴガゴだって覚えておきましょう。とりあえず、ゴースト、はいはいはい。これね、陸受け少ないマンなんでね。よいしょ。やべえ、これどうしよう。工場でいいや。ちょ、まだね、ペッカ使いたくないっすね。まだペッカ使いたくないんで、工場を使っときまーす。よいしょ。いいよ。マスケー。まあ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 、マスケってことは、ジャーチャでいいかな、ジャーチャで。ジャーチャを使ってって、ワンチャン5打たれるんで、ここら辺に U の出して、よいしょ。うわー、なるほど。それはちょっといいじゃい。ちょっとだけいいじゃい。でも、光栄何つけんだろうって話ですけどね、これ。ワンチャン逆サイ、ディガーぐらい。おや？おうほうほうほう。なるほど。それちょっとやらかしピーポーじゃないかな。OK。ちゃんとね、ペッカの後ろにね、エレキをつけーい！援護、やばい。先行する。やばいやばいやばい。やばい。やめろやめろやめろ。あーう、お、お、お、あーやばいな、今、エレキ残ったと思ったけど、全然残んなかったわ。やば。これ、もう、やっちまってんじゃん、相手。これ絶対サイリーで飛ばしたからね、今の。ってことは、相手スケもない感じだったんで、これを多分ジャイとかで受けてくると思うんですよ。そうなんで、真ん中ジャイ行きがワンチャンあるんで、よいしょ。ピキピキ、よいしょ。OK、ピコピコ。OK、Thank you。Thank you、OK。で、まあ、ガゴムレもあるんでね。ガゴムレディガー、多分ファイブもあると思うんだよな。こっち折っていきたいですね。できればポイズンで折りたくはないので。あ、はいはい。で、これでザップ打って放置して。オッケーオッケー。よいしょ。まあ、こっち無視でいいですね。で、ゴーストでもぶん投げてって。よいしょ。こっちにポイズンを使うと、エグカウンターもらうんで多分。よいしょ。延命する。いい延命。来た。よっしゃ、来た。オッケー、いけ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 。よし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 。まあね、ネクロの新スタンプも使っていき。こけー！
という感じでね、まあね、今日はね勝ちコツコツで割とありだから、全然なんかマルチでもいけそうな気してきたな普通に。だから芋デッキですね、ああいうマジャチョウオールベリカン最終に負けたボムターンのやつと、あのトルネロケットのやつにさえ勝てれば別に今の環境もいけるような気はしますね。あ、これメガラムだったんだ、これ知らんかったわ。ずっとウォールブレイカー来るもんだと思ってたわ。はい、って感じでね、今日もやってったんですけど、全然いけそうな気はしてきたんで、ワンチャン今シーズンちょっとね、今は若干俺を沼ってるんで、別にトルあんま気にしないので、ちょっとペッカで上げてみようかなと思いますね。はい、ということで、今日もねこの辺でやるんですけど、今日はね多分夜にねもう一本動画出すと思いますのでね、もしよければねそっちの方も見ていただきからのね、からの、もしね少しでもねいいと思ったらね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今日はね終わります。バイバーイ。